皆さん日々のゲームライフお疲れ様です。ワープ2のテッシーです。さて今回は任天堂スイッチで2023年3月に発売予定のタイトルを1月24日時点で確認できている22本すべてご紹介します。発売延期によるズレなども何本か重なり、なかなかに大量発売となった3月、だらだらと長くなってしまってもと、今回は普段の紹介動画に比べ一本一本の紹介をかなりコンパクトにまとめてテンポよく紹介していきます。ですので気になったタイトルでより詳細な情報を知りたい方は概要欄に URL を貼り付けておきますので、そちらでご確認ください。また発売日順に紹介しておりますので、ぜひ最後まで視聴いただき、ソフト購入時の検討材料にしていただけたらと思います。ということで、それでは早速いってみましょう。まずは3月2日発売のタイトルを3本ご紹介します。最初にご紹介するのはダンジョンオブジエンドレス。未知の惑星に不時着した囚人たちを操作してモンスターだらけのダンジョンを探索するローグライクとタワーディフェンスを組み合わせたようなゲームシステムが特徴の本作。ダンジョン探索によって収集した資源を使って生産設備やサポート設備を作成しながら出口を目指しましょう。続いてご紹介するのはローグファクトリー3スペシャル。本作は2009年に任天堂 DS で発売されたファンタジー生活ゲームの金字塔、ルーンファクトリーシリーズ第4作目ルーンファクトリー3が大幅に進化した任天堂スイッチ版。スペシャルとなった今作ではグラフィックの HD 化だけではなく 3D モデルを全て一新、また新たなモードの追加や新しい難易度が追加され、原作をプレイ済みの方でも再度楽しめる仕様となっています。続いてご紹介するのはネオジオポケットカラーセレクションボリューム2。1999年に SNK から発売された携帯ゲーム機ネオジオポケットカラーの傑作タイトル10作品が収録された本作。野球やテニス、プロレスといったスポーツにパズル、テーブルゲーム、そしてアクションとバラエティに富んだラインナップとなっています。ちょっとしたミスプレイ時に便利な巻き戻し機能も搭載、テーブルモードや携帯モードで2人対戦も可能で気軽に楽しめる作品となっています。続いて3月3日発売のタイトルを2本ご紹介します。まず最初にご紹介するのはルクちゃんのハートバルーン。こちらダウンロード版のみの発売となります。本作は群馬の野望などを手掛けたゲームデベロッパーラッキーゲームスが開発した絵本のような水彩調パズルゲーム。同じ色が2つ以上隣り合う花をタッチすることでハートバルーンを作成、目標数分のハートバルーンを作成することでステージクリアとなります。ストーリーモード以外にもエンドレスにハートバルーンを作り続けるフリーモードや、出てくる花を全てハートバルーンにするパズルモード、また2人協力プレイなど多彩なモードで楽しむことが可能です。続いてご紹介するのは災難探偵サイガ名城できない怪事件。本作は選択肢を選んで物語を読み進めていくテキストアドベンチャーゲーム。プレイヤーは受けた依頼は常に失敗する恐ろしいほどの不運の持ち主探偵天童サイガとなり、個性的な住人が集う災名町を駆け巡り、各所で起こるクエストを順にクリアし謎を解き明かします。コミカルタッチのストーリーにクトゥルフ神話のエッセンスを盛り込んだオカルトミステリーとしても楽しめる作品です。続いて3月9日発売のタイトルを6本ご紹介します。まず最初にご紹介するのはレイズアーケードクロノロジー。本作は1994年にアーケードで稼働開始から人気を博した名作シューティングゲームレイシリーズ3部作レイフォース、レイストーム、レイクライシスを忠実に移植し、さらに 3D 描画の2タイトルを高解像度化し計5バージョンを収録したオムニバスゲームソフト。ゲーム攻略に役立つ各種ガジェット表示のほか、ゲーム中のセーブロード機能、リプレイ機能、画面回転など遊びやすい新機能が多数搭載されています。次にご紹介するのはゼロ月はみの仮面。本作は遮影機を使って幽霊たちと戦う和風ホラーアドベンチャーゼロシリーズ4作目として2008年に発売された Wii 用ソフトのリマスター版。幼少期に孤島で祭りの最中に神隠しにあった少女たちが失われた記憶を求めて再び島を訪れ、襲いかかる怨霊を退けながら真実に迫る。リマスター版となる本作ではグラフィックが大幅に向上、よりリアルとなったことでさらに臨場感のある恐怖体験が。またキャラクターや霊にポーズをつけて配置し、画面写真を撮影できるフォトモードや新規コスチュームが追加され、一味違った楽しみ方ができるのも本作の魅力となっています。3本目にご紹介するのはイブ。本作は2012年に発売され話題となったホラーアドベンチャーゲームのリメイク作。美術館を両親と訪れていた少女イブが迷い込んだ世界から脱出するために様々な謎解きをして物語を進めていく。戦闘などのアクション要素はなく、アイテムを発見したり仕掛けを解く謎解きがメイン。またエンディングはマルチエンディング制となっています。リメイク作となる本作では会話システムやズームモードが追加されるほか、グラフィックが一新されています。次にご紹介するのはあの素晴らしいをもう一度再装版 HD。 本作は1999年に登場し、以後移植や改良を重ね、ついに23年の時を経て今週末での発売となったアドベンチャーゲーム。
未来のない少女と過去のない男の2人が互いに欠けた過去と未来を取り戻す旅に出る。本作ではオリジナルのアドバンスドノベルオペレーションシステムというシステムを採用しており、それまで枝分かれする分岐であったノベルゲームを多層的立体的に積み重なっていく累積型シナリオへと進化。どの時点からも別の分岐に戻ってたどり直したり、すでにたどった分岐で得た記憶を他の分岐で使用することにより新しい展開を発生させるなど、ノベルゲームでありながら高いゲーム性を発生させるものとなっています。次にご紹介するのは鬼空と風のエレジー。本作は桃太郎伝説その後の物語を描いた 3D アクションゲーム。桃太郎との戦いに一人生き残った小鬼のクータが強くなるため鬼の魂が眠る島に降り立ち、相棒の風丸と共に悪鬼桃太郎を倒すべく試練に挑む。直接攻撃が可能なクータと敵に気づかれずに移動が可能な風丸、特徴の違う二人を同時に操作しながらうまく連携して戦うのが重要となります。果たしてクータは桃太郎への復讐を果たすことができるのか。続いてご紹介するのはシェフライフレストランシミュレーター。本作はレストランを経営するシェフとなり、お客様に美味しい料理を振る舞う理想のレストランを目指すレストラン経営シミュレーション。食材の仕入れからスタッフの切り盛り、メニューのカスタマイズやレストランのインテリアなど多岐にわたるシェフの仕事をこなし、理想のレストランを作り上げましょう。洗練された話題の料理店となるか、それとも地元で愛されるレストランになるのか、全てはプレイヤーのあなた次第です。続いて3月16日発売のタイトルを4本ご紹介します。まず最初にご紹介するのはシクスターゲートスタートレール。本作は宇宙航海をコンセプトにしたリズムゲーム。ビーマニシリーズに楽曲を提供した有名コンポーザーたちのオリジナル独占楽曲や東方プロジェクトの二次創作アレンジ曲など、リズムゲームファンなら見逃せない有名楽曲が多数収録。音楽に合わせたストーリー、楽曲の途中でレーン数が変動する可変型レーンなど独特なプレイ感覚でオリジナリティ満載のシステムとなっています。続いてご紹介するのはループ8。本作は日本の片田舎芦原中津町を舞台に、主人公ニニが8月の1ヶ月間を繰り返しながら仲間たちと共に人類を脅かす厄災と戦うジュブナイル RPG。 町や学校での生活を楽しみながらキャラクターたちとの関係を築く日常パートと、最大3人パーティーでのターン制コマンドバトルでダンジョンに挑む非日常パートを繰り返していくシステム。プレイヤーの選択した行動に応じて13人のキャラクターたちが織りなす人間関係がリアルタイムで変化。他のプレイヤーと全く同じ状況に巡り合うことのない自分だけの世界を紡ぐ物語となっています。続いてご紹介するのは新作剣の街の異邦人。本作は2015年に PS ビータで発売された 3D ダンジョン RPG 剣の街の異邦人のアップグレードバージョン。主人公であるプレイヤーは飛行機の墜落事故により異世界である剣の街エスカリオに飛ばされ、そこで出会う異種族の住人や恐るべき魔物、そして知られざる数多くの迷宮を経験していく。キャラメイクや職業システムにキャラのロストやマルチエンドシステムなどの特徴的なシステムに加え、アップグレード版では新クラスの追加や初心者向けのサポート機能などより遊びやすい調整が施されています。続いてご紹介するのは青き翼のシュバリエ。本作は2010年に PC で発売されたダンジョン RPG 円卓の生徒のリメイク版。キャラクターデザインや新要素の追加、一部ゲームシステムの変更などが施されています。プレイヤーはかつて仲間と共に魔王に挑み、戦いに敗れた光の騎士エクスとなり、100年の時を経てただ一人転生した後に再び魔王に挑むため時代の勇者を育成することになる。最大6人でパーティーを組んで 3D ダンジョンを探索する、コマンド選択、ターン制の戦闘を行うオーソドックスなダンジョン RPG が楽しめる作品です。続いて3月17日発売のタイトルを1本ご紹介します。ベヨネッタオリジンズセレッサと迷子の悪魔。本作は直感的な操作が特徴のアクションゲーム、ベヨネッタの主人公、無敵の強さを誇る魔女ベヨネッタがか弱い少女セレッサだった頃の時代を描くアクションアドベンチャー。セレッサと悪魔が憑依したぬいぐるみのチサの2人を同時に操作して、森の中で仕掛けられた様々な仕掛けの謎を解き、敵と戦いながら牢獄に囚われた母を探す。絵本を読み進めるかのような全編フルボイスのムービーシーンが特徴的な作品です。ちなみに今作任天堂カタログチケットの対象でもありますので、購入時にはそちらを利用すると非常にお得です。続いて3月23日発売のタイトルを5本ご紹介します。まず最初にご紹介するのはグリムガーディアンズデモンパージ。本作は個性の異なる2人の悪魔ハンター忍とマヤを切り替えて進むステージクリア型の 2D アクションゲーム。2人の主人公は攻撃方法が異なり、忍は銃による遠距離攻撃、マヤは剣による近接攻撃が可能。対峙する敵や状況によってどちらのキャラクターを使用するか考えながら魔城の謎を解き明かしましょう。2人同時プレイにも対応したハードなアクション性とホラーテイストが楽しめる作品です。ちなみに今作先月にダウンロード版が発売されており、今回はそのパッケージ版となります。
続いてご紹介するのはライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。本作は光栄テクモゲームズが手掛けるアトリエシリーズにおいて過去最大のヒットとなる全世界累計出荷本数130万本を超えたライザシリーズの最新作。ライザのアトリエ2から1年後を舞台にライザの鍵と錬金術の根源をめぐる壮大な冒険を描く。本作の新要素として重要となるのが鍵システム。様々な種類や効果が存在する鍵を装備したり調合することで冒険を快適に進めることが可能となります。当初2月発売予定でしたが、最後のブラッシュアップのためと発売が延期、満を持しての発売となります。次にご紹介するのは人気インフィニティ。本作は漫画家綱島史郎氏原作の人気シリーズをもとに、巨大ロボット人気が存在する世界で果敢に戦う美少女たちを描いたリアルタイムストラテジーアドベンチャー。完全新作オリジナルストーリーが展開される本作は、アドベンチャーゲームだけでなくタクティカル要素を含んだ戦闘や機体のカスタマイズなど新たなゲームへと進化しています。なお本作は制作上の都合ということで、当初の発売日より約3ヶ月遅れての発売となっています。続いてご紹介するのはスダマリレーション。本作は 3D マップを探索して学校で巻き起こる謎に挑む探索型横スクロールアドベンチャーゲーム。キャラクターとの会話やアイテム収集によってキーワードを集め、推理パートで探索や会話で手に入れた情報をもとに推理して事件を解決に導きます。妖怪と謎解きが融合した完全新作シナリオのアドベンチャーゲームです。続いてご紹介するのは SD 新仮面ライダーランブ。本作は3月公開予定の映画新仮面ライダーを題材にしたベルトスクロールハック&スラッシュのアクションゲーム。仮面ライダーとショッカーの激しい戦いはそのままに、 SD 表現された親しみやすいビジュアルや様々なパワーアップが楽しめる奥深い強化システム、そして一度に何十体もの構成員をなぎ倒す仮面ライダーらしい爽快なアクションが楽しめる作品となっています。そして最後に3月30日発売のタイトルを1本ご紹介します。シリアルクリーナーズ。本作はワプ2でもセール動画などで何度か紹介しているステルスアクションゲーム、シリアルクリーナージョージの裏仕事の続編にあたる作品。プレイヤーはプロの死体の掃除屋となり、警察の目を盗んで死体の処分、証拠品の廃棄、血痕の清掃などのミッションを遂行した後に現場からずらかるのが目的。それぞれユニークなスキルを持つ4人のキャラクター、そして数多くのアイテムなど前作から大幅に進化し、さらに遊びがいのある作品となっています。さて今回は任天堂スイッチで2023年3月に発売予定のタイトル全22本をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっといつもと違うテイストでかなり駆け足で紹介させていただいたんですが、どうでしたかね。ぜひ屈託のないご意見をお寄せください。今回のタイトル完全に個人的な意見にはなるんですが、もちろんライザ3、ベヨネッタなど気になるタイトルはいくつかあるものの、正直マスト購入レベルで興味のあるタイトルはなかったかなと。まあたまにはじっくり積みゲー消化期間に当てようかなと思っています。皆さんはどのソフトが気になりましたか。よろしければコメント欄にどしどし記載のほどお願いいたします。さてワープ2では任天堂スイッチを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter、TikTok のフォロー、サブチャンネルの視聴もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。